先輩がめちゃくちゃかっこいいな。ねえ夏樹、1年生からその先輩のことが好きになったんでしょ？なんでまだ告白してないの？だって先輩が他の上司が好きかも。もうまたその新生、自分のことを信じてよ。でも失敗したら。大丈夫、きっと失敗しないよ。私たちはあなたの後ろに応援しているから。うん、二人ともの言うことなら。夏樹が先輩のロッカーに手紙を入ったんです。書いたのは、放課後特に屋上に行ってください。どうしたの？いきなり呼びしちゃって。私は先輩のことが好きです。あ、ごめん、聞こえなかった。もう一回言ってもいい？私は先輩のことが好きです。ちょっとささやくに言ったんだけど、先輩がちゃんとそのことを聞こえました。僕もね、あなたのことが好きなんだ。